20万円から30万円くらいで、しかもそれが安定できていないっていうのがすごい課題なところで、ローンチを始めてやって売上がドカッと増えて1237万円達成できたっていう売上の推移になっています。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、広告費ゼロ SNS 集客で月1237万円売り上げた SNS ローンチ戦略というテーマについて、受講生の朝井さんと一緒に動画を撮っていきたいと思いますが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、現在の業種から教えていただいてもよろしいでしょうか。活動内容ですね、主にインスタ ×YouTube で SNS マーケティングを受講生の方にお伝えしていて、商品設計のところから集客、教育、販売、ここまでオールインワンで全てお伝えしているという形です。主に SNS のマーケティング全般を教えていらっしゃるということで、実は朝井さん今回で3回目4回目ぐらいの撮影になると思うんですけども、去年うちのね学科講座入学いただいて、入学のきっかけっていうのを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。北野さんは5年以上ずっとこの SNS 業界のインスタで第一線で活躍されているってところで、興味を持って北野さんのセミナーに参加させていただいたってところが1個あって、もう1個は自分の商品がなかったり、 LINE のやり方が一番うまいのが僕はやっぱり北野さんだなっていう風に思ってたので、学びたいなっていう風に思って受講させていただきました。入学前の状況ってところも聞いていきたいと思うんですけど、フォロワー1000とか2000人ぐらいはいたけども売り上げにつながっていなかったっていう、自社商品を提供したことがなかったっていうのがまず1個ありますし、あとアフィリエイトみたいな形でやっていたんですけど、それの集客と販売、ここの2つしかできていなかったので、教育のところが全く分かっていないってところで入ったっていう形です。ありがとうございます。入学後の変化っていうところで、こういう感じで1200万達成したよっていうのがあれば教えていただけたらと思うんですが、最初もともと30万円くらいだったのが100万300万500万、そして700万、前回の実績入れた700万ってところから、今回初めてSNSローンチって形でローンチを始めてやって、売上がドカッと増えて1237万円達成できたっていう売上の推移になっています。素晴らしいですよね。入学されてから2ヶ月目ぐらいで月商108万を達成されて、入学される前は売上としては30ぐらいはあったんでしたっけ。20万円から30万円くらいで、しかもそれが安定できていないっていうのがすごい課題なところで、ここが入学前の課題だったなっていうふうに思います。1ヶ月目で100万を超えて500万達成したのってどれぐらいでしたっけ。3ヶ月4ヶ月くらい前かなっていうふうに思います。ちょうど入学して7ヶ月目で月商700万を達成されて、ちょうど先月1200万という売上を達成されたということで、この数字だけ見てもね結構半端ない数字なんですけども、この1200万という数字を達成された時に、おそらく動画見てる人とかは、これ結局広告費めっちゃかけまくってるから売上上がってるんじゃないのって思ってる方いると思うんですけど、実は広告とかは一切やっていないっていう、今の時代広告費の力が良くなってきてるってところもありますし、 SNS 集客でゼロからコストをかけずに始めていって、再現性高く成約率取れるっていうのが一番の強みだと思うので、そこに注力しているっていう形です。素晴らしいですね。実際どういう風な SNS マーケティングを組んでこの売上1200万達成できたのか、集客媒体とローンチの戦略っていうところもね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、集客媒体を教えていただいてもよろしいでしょうか。大体7割8割くらいもうほぼメインでインスタで集客していて、 YouTube をやっているので、それが2割くらい入っていって、その他 TikTok から1割みたいな感じで入ってきてるみたいな感じです、うん、代理店とかも作成しているっていう感じですかね。そうですね、代理店の方がインスタの中の7割のうちの 1,2 割くらいがこう入ってきて、半分が僕で 1,2 割くらいが代理店の方が売り上げやられてるっていう形です。代理店っていうのを軽く説明させていただくと、自分の分身みたいな形で朝日さんの商品を販売してくれるような、情報発信ができる、集客教育販売ができるようなチームっていうのを数人作って、今大体5人10人ぐらいでやられてる感じですか。今大体7人くらいで少数制でやってて、この方たちができるようにしっかり毎日やり取りしたりだとか、こうやってやったらいいよっていうやり方をお伝えしてあげたりとか、そういう形でやっています。1237万円達成できたローンチ術っていうところ、秘策聞いていきたいと思うんですけども、3日間の連続のライブローンチって形でやらせていただきました。それこそお祭りみたいな感じですね、うん、そこの時に例えば毎日22時から1時間半とか2時間半とか全部の僕のノウハウを全て価値提供して、すごいみたいな、こんなライブ見たことないみたいなものを演出していって、最後に個別相談やりますみたいな感じで、全ての価値提供が終わった後、決済システムのところとか契約書周りのところとか、めちゃめちゃ細かい LINE の動線のところとか、うん、全部をお伝えした上で、この人だったらすごい信頼できるなっていう風な形で、朝日さんから学びたいですっていう風な形の人がドカッと来て、審査制にしてできるようにしたっていう感じです。実際3日間のライブローンチってめちゃめちゃ効果あると思うんですけど、今回それインスタライブでやったのか、それともズームを使ったズームライブローンチでやったのかっていうと、どっちですかね。僕はインスタライブのローンチでやっていて、ロンテでやった方が実際にお客さんともやり取り直接できますし、売上人数も最大化できるので、そっちでやりました。素晴らしいですね。ちなみにこのライブローンチって3日間連続で1日間ぐらいですかね、長さは2時間くらい、最終日は2、3時間、もう最後充電
電が切れるくらいまでやりましたね。最後の3日目も個別相談誘導も全部ライブで完結させたっていう。そのライブの誘導でもやりましたし、豪華プレゼントみたいな感じで LINE 配信もしたっていうのが結構でかかったなっていうふうに思っていて、そこで30人とか40人とか一気にパッと個別相談が来て、それでやったっていう感じですね。ライブローンチね、詳しく聞いていきたいと思うんですけども、実際このライブローンチ自体の3日間連続でやるよっていう告知も結構重要だと思っていて、告知っていうのは大体何日前から始めてたとかありますか？実際に僕が3日前くらいからこれやるよ、この日から何かが始まるよみたいな見合わせを始めていって、その前日に3日間連続初めてライブやりますみたいな感じで、もともとはもう週1回ずつくらいしかやってなかったのを、朝日さんがこういうお祭りなんかやるんだ、ちょっと楽しみだなっていう風な感じで、過去最高のライブの視聴者の人数も達成できましたし、そこがすごい告知の部分で良かったのかなっていう風には思います。実際この3日間のライブローンチって同時接続数ってどんな感じで1日2日3日と推移していった感じですか？だんだん視聴維持率が上がっていって、最初はもう20人30人くらいだったのが40、50みたいな形で増えていって、最終的には50人超えたみたいな感じで、皆さん盛り上がりというかお祭りが好きなんだなっていうふうには個人的に思いましたし、いや、やってよかったなっていうふうには思います。アーカイブとかって残されてますか、3日間ライブローンチ？それは逆に残していなくて、ここだけの期間限定みたいな感じでやった方が伸びるなっていう構造的にそうだと思うので、それは残さないでやったからこそ逆に良かったのかなっていうふうには思います。ライブローンチでは僕もそうですけど、アーカイブは基本的には残さないっていうね形でされたということで、普段のインスタはコミュニケーションを取ったりとかマインドセットの話をして、ちょっと動画を話すっていうのが多いと思うんですけど、朝日さんの場合って決済システムとか契約書面とか LINE のノウハウとか本講座で教えるレベルの内容をひたすら話されていたっていう。他の方がインスタ周りとか集客のやり方とか発信されてる方が多いと思うんですけど、うん、僕もそれ以外のところで勝負していきたいというか、逆にそれ以外知ってる方あんまりいないっていう事実を分かってしまったので、これ初めて知りましたみたいなところとか、そういう感動の声をすごいいただけてですね、うん、そこで差別化できたりとか、朝日さんって結構知識あるんだなっていうふうに思ってもらえたのかなっていうふうにはすごい。今おっしゃってくださった通り盲点なんですけども、これライブでも使えるしリールのネタでも使えるんですけど、ライバル他社があまり言っていないこととか、ライバルが知らないようなことをあえて教えてあげると一目置かれるっていうね。電子書籍も出してるみたいなところも権威性にもつながったりとか、他のことがやってないことをやるっていうのは結構大事だなって改めて思ったっていう感じです。3日目でインスタライブ中に LINE でも絡めて個別相談誘導していて、そこから何人ぐらい個別相談集まった感じですかね？48人来ました。めちゃめちゃ来ましたね。すごいですね。48人来て、最終的に手が合わなくて39人やったっていう形なんですけど、こんなに1回でドカって来てくれたのは新しい成功体験だったなっていうふうには思います。49人がアポにつながって、そこから大体何名ぐらいの方がご制約につながった感じ？決まったのは12人で、制約率で言うと 30% 超え、めちゃめちゃいいですよね。単価にもよりますけど、基本的にある程度高単価であれば 25% 最低超えていれば OK で、 40% いくとかなり良くて、 30% も結構いい方なので、これもライブの教育がしっかり入ってるからかなっていうところはね。制約した内訳も一番上のコースが一番多かったんですよ。それはなんでかって、そこまでの知識あるから全部教えてもらいたいというか、僕は回数で分けてるんですよ。回数無制限でやるのと回数制限があるベーシックコース、ライブコースみたいな感じでやってるんですけど、その VIP コースのもう最短最速で結果出したい方がすごい多く集まってくれたのが結果につながったのかなっていうふうには思います、うん、審査制に、ね、しているっていうのもあったんですけど、どういう手法かっていうのも軽く教えていただいてもよろしいでしょうか？1回目のズームで実際にこの人ができるかできないか全部判断してます、うん、例えば SNS も何もやったことないです、めちゃめちゃ初心者ですって方は1回目の相談で、例えば僕の YouTube でこういうところもう少し学んでくださいねとか言って、またそこ勉強してもらったら新しく来てもらうみたいな形で1回お断りみたいな感じにするっていう形でやってるので、こういう審査制取り入れると相手にとってもいいですし、僕にとっても YouTube 見てもらえたりするので、こういうウィンウィンな関係作るのは結構大事かなっていうふうには思います。自分にとってふさわしいお客様、どうしてもこの業種は結果出ないっていうのに取っちゃうってお互いにとって不幸なことなので、うちのスクールがお客さんにとっても合うか合わないかっていうところを審査しているっていうところですかね。お客様が成果出してくれることが一番嬉しいですし、逆に成果出ないのに取ってしまうとクレームにつながったりとか悪評が広まったりするっていうのも先に分かってるので、そこをお互いウィンウィンにしなければいけないって、僕らはお客様を幸せにするためにやってるので、そこを一番大切にしてるかなっていうふうには思います。ローンチの具体的な施策とか内容聞いてきたんですけども、入学して改めてちょっと良かったことがあればね、教えていただけたらなと思うんですが、北野さんのところはテンプレートが全て揃っているっていうのが僕的に一番嬉しかったなっていうふうに思っていて、 LINE のやり方とか商品の作り方とか全く入る前は分からなかったわけですよ。北野さんのところで教えてもらって、こういうふうに作ったらいいですよとか、こういうテンプレート通りやっていけばいいですよってところが最短最速で結果が出た秘訣なのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。では最後ですね、この動画見てくださってる方でもご入学を検討している方もね、いらっしゃると思うんですけど、そういった方に向けてもメッセージいただけたらなと思うんです。
か。僕も2年間売り上げがゼロだった時期があって、その時は独学で一人でやってたんですね。だからこそ、これが合ってるのかどうか、間違ってるのかどうか、判断してくれる方がいないっていうのがすごい悩みだったし、マインドが落ちてしまうところだったりしたんですよ。だけど、瀬野さんのところ入ってから、これが正しいですよ。こういうノウハウでやったらいいですよっていうのをバチッと教えてもらえるので、自信を持って提供できるようになったっていうのは良かったりしたので、時間とお金無駄にしないためにも迷ってるんだったら、即入ってもらえると間違いないかなっていうふうには思います。ありがとうございます。概要欄の方に、朝日さんの LINE とインスタのリンク貼ってあるんですけど、今だけ LINE 登録でなんとね、豪華プレゼントが朝日さんからもらえるということで、ご説明していただいてもよろしいでしょうか。僕の LINE 登録でプレゼントしてるのは超20代豪華特典って形でやっていて、今回やったライブローンチのやり方のところだったりとか、SNS フォロワーの伸ばし方、インスタ、LINE、商品の作り方、これの全ての入った20代特典、プラス、北野さんのライブ見ていただけた方限定で、電子書籍2冊をプレゼントしようというふうに思っていて、1年かけて作ったものなんですけど、初心者でもできる SNS 集客のやり方の本と、月1000万超えたライブ集客のテンプレートっていう本を2冊限定でプレゼントしようかなっていうふうに思うので、ぜひ欲しい方、登録して受け取ってもらえると嬉しいかなっていうふうに思います。ということで、ぜひ20代特典、ぜひ概要欄からね、受け取ってみていただければと思います。本日はお時間いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼントしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼントしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼントします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ、ね、申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。